髪の絡まりを防ぐために必ず髪をとかしてください。皮膚への着色を防ぐために水をはじくクリームをつけてください。1剤、2剤を同量ずつトレーに出します。手袋をします。手袋がずれないように輪ゴムで留めてください。コームブラシのブラシ部で十分に混ぜます。白髪の気になる部分の根元にたっぷりつけます。根元を押さえるように混合クリームをつけます。髪を分けて分け目の両側につけます。ブラシを耳に沿わせて後ろへつけます。つむじ周りは下を向きながらつけます。混合クリームをつけ終わったら、くし部で溶かしてなじませます。髪についた混合クリームをしごき取らないようにご注意ください。白髪の気になる部分に混合クリームをもう一度つけます。地肌が見えないくらいのせるのが目安です。根元を押さえつけるようにたっぷりつけることがポイントです。髪の毛以外に混合クリームがついていないかご確認ください。ついていた場合はティッシュなどですぐに拭き取ってください。商品の使用説明書に表記されている時間放置します。硬い髪、太い髪などの染まりにくい髪質の方は5分から10分程度長めに放置することをおすすめします。放置時間が過ぎたらよくすすぎます。シャンプーを2回した後、コンディショナーなどをしてよく乾かします。